こんにちは、赤月です。発熱37度台が、今日で1週間ですよね。もうそろそろ治ってもね、いい頃やのに、まあ、新型コロナで検索しますとね、まあ、厚生労働省のホームページなんかでも大体1週間から10日ぐらいがピークらしくて、それから 80% の人が快方に向かうらしいんですよね。まあ重度にはなってないけどね、しんどいですよね。普通の風邪じゃない。ちょっと緑茶でね、こんなね、しんどい風邪初めて。そういったら大昔ね、インフルエンザにかかっちゃった時もしんどかったやけども、インフルエンザの時は38度ぐらい、20歳ぐらいの時の38度ぐらい、外でねかかっちゃって、でガタガタ震えてたんですよね。そういう思いはあるけれども、で40代ぐらいの時にもう一回インフルエンザのリスクはあったんやけども、その時も微熱だけでしたね。だから軽いインフルエンザで、病院行くのが早すぎてね、ウイルスも何も出なくてね、薬も何ももらえなくて、1週間ぐらい経ったらね、まあ、自力で治ったんですけどね。その時とまあよりひどいね、今回の。だからコロナは風邪、ただの風邪じゃないですね。ちょっとしんどすぎる。それでね、まあお医者さん、往診してもらってるお医者さんが7日にならないと病院開かないわけですよ。先生とも携帯教えてもらってるけど、留守電にね吹き込んでただけで、お医者さんお休みやからね。ほんで往診予定が8日やからね、8日までねどないしようもないんですよ。ほんでも仮にもし陽性だったとしても、まあいろんなコロナ情報を調べてみたら、まあ、入院できる人はやっぱり重症な人が優先になるわけでね。まあご覧の通り、まあ座ってられるわけやから、まあ私のしんどさから言ったら中度かな、軽度に近い中度で、まあ31歳のうちの子がね、おとなしい寝てますからね、しんどいんやと思います。ほんでね、何しかどうせ入院してもね、対症療法しかないわけでね、まあほんで自宅待機の人がほとんどらしいですからね、まあ病院先生に往診してもらって検査を受けれたとしても、あんまり状況に変化はないわけですよね。というかちょうど、もしコロナ検査を受けれたとしても、ちょうど治りかけの頃、10日ぐらい経ってもでも治れへんかったら重度になるのかな、わかんないけども、ちょうど治るか治れへんか、瀬戸際の時にね、受診っていうか先生が往診にね来てもらうわけでね。ほんで調べてみたら、こういうお医者さんが必要と認めた場合は保険適用なんですね。そういうたら昔ちょっと以前にニュースで見たなと思って、だからコロナ検査自発的に受けよう思ったらね、何万円とかへの抗体検査8000円とかね、病院のホームページに書いてあったんでね、高いな思ってたんですよ。保険適用になるんやったら1500円ぐらいでね受けれるそうなんでね。ああこうやってね喋るだけでもしんどいです。ほんでどうやって対処してるかというと、まず栄養ね、体力つけなあかんからね、まず買ったのがニンニク卵黄。これちょっと自販店しちゃうけどね、 DHC のニンニク卵黄。後でね、概要ページにねAmazon のリンク貼っておきます。やっぱり昔からニンニクがいいって言いますからね。私インフルエンザ治した時もね、大昔の話ですが、餃子パクパク食べてたんですよ。何しか熱出すと餃子が無性に食べたくなるのね、ニンニクね。まあ無意識に選んでるんやと思うけどね。それでね、よう治してたんですよ。で今餃子ないからね、ニンニク卵を注文してね、それとまあマルチビタミンも飲んでますけどね。次頼んだのが、これ昨日届いたとこで、スーパービール酵母 Z 亜鉛強化版、
亜鉛がねなんかいいってよう出てるんでね、何がいいんか分からんけども、まあ、コロナウイルスと戦う力をね強めてくれるのかなと思ってね。それとまあ、あの何回も説明してますけども、ミミズ酵素、これ高い方のやつね、あの本家本元の脇製薬のソルベント、これ7,000円ぐらいするんですよ。前飲んでた6,000円ぐらいでね買えたんやけど、ちょっと高いよ、ちっちゃいのにね。180錠で1日6錠で、その他ミミズ酵素以外に電子ニンジンとか三雑種とか延命草、紅麹、あ紅麹、あもうじゃないな、もう入ってるんでね。ほんでね、言うてたあのレッドミネラルエルジーも売り切れてました。やっぱり当時ね、以前に買ったんですけどね、あの紅もね、酵素っていう紅も、これコロナに効くとね話題になってたので、世界中で売れてるみたいですね。でもどうか分からへんからね、いいからとってね、コロナのあのトゲトゲを溶かす効能が、あの効果が、あのベニモから見つかったっていうね論文読んだんですけどね、分かんないで、これがね最近のコロナで漢方薬で効くのないかと思って調べたところね、あったの。これ聖杯湯っていう漢方薬を元にした小林製薬のダスモックっていうねお薬、こんなちっちゃいんですけどね、これ何倍だ、高かったよ。これがね、あの咳痰が続いて息苦しい方向け、気管支の汚れをきれいにしながらしつこい咳痰気管支炎を改善するという漢方薬ですわ。漢方薬の聖杯湯っていう漢方薬をね錠剤にしてるんですね。あの顆粒のもあったんですけどね、漢方薬って飲みづらいですからね、あの錠剤、これをね1回5錠、1日2回飲むんですよ。だから1日10錠飲むんですよ、これ。でうちの子と2人で飲んでたらすぐなくなっちゃうな思ってね、また買わなあかんしね。ほんで調べてみたら、聖杯湯はあの病院漢方薬には出せないみたいなんでね、あの医薬品として出せる漢方薬と出せない漢方薬があって、ね、これは市販薬しかないみたいです。一応先生にもこんなん飲んでます言うてね言いますけど、今でも咳は あんまり出ないんですよね。でもなんかこの辺が怪しいからね、気管支とか肺とかね、熱が出るっていうのはやっぱり炎症症状があるから熱が出るわけでね、気管支とか息苦しいのもあるから、で肺にねすりガラス状のね曇りがあったりするって言いますからね、そういうのをあの漢方薬コロナで検索すると、聖杯湯を飲ませてる患者群との臨床検査でね、聖杯湯を飲んでる群はあの予後が良かった、あの要するにコロナのね後遺症が、まあ要するに治るの早かったということですわ、楽になったというのかな。いろんなね、黄金桔梗、双白皮、京人、三神、天文堂、梅門、陳皮、大蔵、築城、伏梁、陶器、爆門と、五味子、小京、肝臓とかね、そういう成分が入ってますわ。でもちょっとダボってんのがね、あの元から飲んでるね、防腐通称さんねにもいくつかねダボってる成分入ってます。だから聞いたよね。でも私防腐通称さんの方がすっきりすんねんけどね。これはでも熱なんとか書いてないけど、要するに肺気管支と肺炎に効く漢方薬ですんでね、やっぱりちょっと間開けて防腐通称さんも飲むかな。これ飲むとね下痢するんですけどね、でも毒素を排出するのいいからね、私はあの防腐通称さん気に入ってね飲んでます。で体力消耗したらいけないからやっぱりニンニクね、それとマルチビタミン、それと抗体を作る材料であるリジンね、しんどいわ、そんなんを飲んでます。ほんでね食料品がね切れてくるんでね、あそう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 、自然治癒力を高めるにはやっぱり
ビタミン D、 ビタミン D だけ取るとね、あの K が不足するんだよね。 D3 プラス K2、 K の入ってるサプリメントね、 K とセットになってるサプリメントが良いと言われてます。これ日本のんじゃなくてね、 5000IU、 日本のはね 1000IU とかね、ビタミン D が少ないんですよ。これ海外の、海外製なんで、あの D3 が 5000IU も入っててね、濃いんですよね。でもこう飲んでても分かんないけど、なんか気の持ちをね、自然治癒力を高めるようにね。実際でも論文読むと、ビタミン D 濃度が少ない人がコロナ悪化してるわけだから、血液中にビタミン D 濃度がね濃い方がいいみたいですね。それと亜鉛とね、亜鉛もなんかコロナウイルスをの増殖を抑える効果、なんかの論文に書いてあったよね。だからこれも昨日も、これもあの栄養剤としてね、これ9種のビタミン、 10種のミネラル入ってるからね、ビール酵母やしね、飲んでます。それとね、マスクにねシュッシュッとするのにね、イータク抗菌化スプレー、やっぱ人さんにね、あの菌広めたらいかんからね、もう外出ないけどね、まあマスクなんかにこうシュッシュッとしといたら、24時間抗ウイルス抗菌化がね持続するの。イータックっていうのがその抗菌抗ウイルス持続化成分らしいのにね。ほんでウェットティッシュ版のイータックと、ウェットティッシュ版のイータックとこのマスク用スプレーとは、ね、ちょっと成分が違ってね、こっち側にはエタノールも入ってるみたい。エタノールってアルコールですからね、ちっちゃい。エタノールってあんまり噴霧したらね、発火爆発したら怖いからね、引火したりしたらね。だから火のそばとか台所ではね使わないよ、マスクに裏表にシュッシュしといたら、まあ、抗ウイルス抗菌でね人の気張る時とかね。ほんでね、ヘルパーさんにもね電話して断りました。やっぱり 4日にね来てもらう予定やってんやけども、留守電にね入れて、こうこんな状態で熱出てんので、もうキャンセルします、みたいな、代表の人が電話かかってきてね、でこうこうこうでやっぱりキャンセルしますって。もう1月全部ね引っ越しするし、いつまで治るかね分からへんからね、一応もうキャンセルでねしました。でお弁当屋さんにもね、お弁当断られたらちょっと困るしね、一応でも玄関先に置いて速やかに帰ってくださいってね電話しておきました。今日も配達してもらったんやけどね、今日のはちょっと口が合わへんとあんま食欲ないんやけどね。でネットスーパーに出るとき、うちの子ちゃんとねマスクして出るからね、賢いから。でゴミもたまったらね、1階までゴミ捨てに行くんですよ。それもちゃんとね、ジャンバー着てマスクしてね、行って早く帰ってくんねよ言うてね、やかましい言うてね、すぐ帰ってきてますけどね。だから人にうつさないように、マスクに裏表にイータック抗菌化スプレーね、シュッシュして、各種サプリで。それでこの間もガム噛むって言いましたけどね、このね血圧高めのガム、ミントガムはねヘスペルジンが入ってるんですよ。でヘスペルジンとコロナ効かんへんかなと思ったら、イソジンからね喉飴でね、ヘスペルジンと亜鉛入りのね喉飴が出てるみたい。でヘスペルジンも亜鉛も喉にいいみたいです。ですから、さっきどこやったっけ、あ、これね、ビール酵母で亜鉛強化の亜鉛容器入ってるやつね。亜鉛も喉にいいし、ヘスペルジンもね喉にいいみたいです。ほんでね、ミントもね喉にいいみたいです。ある程度抗菌作用あるしね。だから私咳出てないのね、このガムをねひっきりなしに食べてたせいかもわかんないですね。一応コロナって咳の症状のある人も何割かいてるのよね。でも私
最初よう考えてみたら鼻水から始まって、あの寒暖差アレルギーや持ってて抗ヒスタミン剤とかもらってたわけですよ。で抗ヒスタミン剤が合わなくてしんどいんやと思ってたんやけども、まあコロナかもわからんしね、わかんない。熱が出たのは29日の晩から、だからもう1週間ですよ。ほいでだいたいピークがあって2週間で治るのかな、どうなのかな、それはお医者さんのね意見聞かないとね。もういい加減、私29日からお風呂入ってないんですよ。うちの子はね、あの毎日入ってるけどね、実はこのお風呂入れないんですよ。あの段差がね20センチもあって、この脳卒中肩麻痺状態でしょ。だから一応シャワー椅子買ったから、そのお尻で座って入ることないけど、今のこの体力ではね危ないからね、あのやめてるんですよ。ほんでそんでも体気持ち悪いからね、まあボディタオルね、ウェットタオル、熱いのこう買いだめしてね、それにアルコールもちょっとシュッシュッてつけたりしてね、体拭いてます。頭もねガーッとそのウェットタオルでね拭いたらちょっとはね、あのさっぱりしました、ね、以前にね病院に入院中にドライシャンプー買ったんですけど、ね、あれ全然さっぱりしない、なんかあの添加粉みたいな感じで、あの粉状態なんですよね。粉で油気取ってさっぱりする、サラサラになるっていうんやけど、余計気持ち悪い。だからあのウェットタオルでね、ほいでウェットタオルにエタノール出るね、これね、これをチュッチュッとつけるとエタノールは油溶かすからね、それであの頭皮の油を拭き取ったら結構割とサラサラにねなったんでね、これでもう持ちこたえなしゃあない。このしんどさがね治るまでニンニクランを飲んでビール酵母飲んで頑張るしかないわけですよね。そんな感じで熱は、毎日測ってますけれども37度台うろうろしてます。36度9分とかね、37度1分とかね、うろうろして、当初に上がった最高が37度4分、それが私の最高体温ですね。うちの子もね測ってみた、うちの子で最高で37度1分、ほぼ平熱なんです。うちの子さっきも測ったら37度だったしね。だからうちの場合は微熱で、微熱の辺をうろうろしてる状態です、ね、その微熱やのにねこんだけしんどいっていうのはね、やっぱりコロナやろうなと思ってます。それと乳酸菌もね、発酵食品がいいらしいんでね、納豆も食べてます。はあ、ほんでやっぱりカテキンが喉のウイルス殺すんでね、このお茶、これ綾鷹のラベルレス、ラベルのついてない綾鷹の箱入りね、ちょっと安かったんでね、2000円しなかったですね、24本。はあ、しんど、そんな感じです。いつになったらね、デイに行けんにやろ、お風呂入れんにやろ、そうやね、引っ越しも控えてるしね、ほんま大変ですわ。ほんで今日のニュース見てたら、まあ大阪また維新の会の松井市長が都構想反対でね結論ついたのに、またなんや、総合家なんや、また言い出して、公明党さんはね一回それはもう却下したって引いてはんのにね、もともとあの公明党さんがね、あの都構想よりはマシやろっていう感じで総合区を出したんですよね。ほんなら今度は都構想反対よりはマシやろという論理でね、維新が総合区出してくるわけです。本当にしつこい。まあ吉村知事は二度とあの都構想の話題は出さないと言ってたわけやけどね、まず総合区出したら都構想と一緒やないのね。もう腹立つわ。もう松井市長はリコールしてもええぐらいね、しつこい。まああの責任取って、維新代表は辞める
って言うてるけど、しつこいな。ほんでも総合区もね、大阪市民やっぱり反対の方がね、アンケートでは多いみたいやしね。これはね、もう大阪市民も考えないといけないです。もう維新ってね、もう本質見えたじゃないですか。もう自分たちがお上だ、反対やっても言うこと聞けっていうね。はぁ、しんど、あんまり怒ったらしんどいからやめとこ。ほんま維新腹立ってます。腹立ったらまた熱上がるんでね、楽しいドラマとかね、そんなんを見てね、当分過ごそうと思います。はぁ、こうはぁはぁ息するいうのはね、おかしいですね。で、私睡眠時無呼吸でシーパップもしてますからね。で、シーパップの吸入するところの出口にね、アロマスプレースプレーしてね、こう、それと空気清浄機プラズマクラスターを暇さえあればね、ボタンを押してます。一応ウイルス 99.9% 殺すと言われてるシャーププラズマクラスター、どうなんかな、部屋中効くんかな。まあ私の手の届くところに置いてね、暇さえあればボタンを押して、これボタンを押さないと空気清浄機はずっと24時間かかってるんですけどね、プラズマクラスターはボタンを押さないと出ないみたい。もう自動にしてよ、しんどいのにと思うけどね。後でね、アマゾンで私が買った分のね、リングね、コメント欄に貼っときます。今日だから一部ちょっとはね楽になってきたんかな。でもしんどい、ちょっと動くとね、しんどい。はあ、食料もね切れてくるんやけどね、まだあるから、なくなりそうになったらね、ネットスーパーで頼んで、まあ、玄関口でさっと受け取ってね、まあうちの子にも受け取ってもらえないけど、うちの子 さっき消毒薬でおててビチャビチャにして、体にもシュッ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 スプレー振りまくってね、ネットスーパーの人にまでちょっと言えないね、まあ、消毒してねぐらい言うとくべきかな。まあ、玄関先で、でうちの子もマスクして出やー言うてね、言うてるし、向こうもマスクしてるしね。はあ、食料困るしね、なくなると食べ物ないとね。あ、なんか汁物が欲しいですよね。なんかラーメンとかうどんとかね、そういうのがなんかあったかいスープのものがね欲しい感じです。以上、また病院の先生にかかってね、検査を受けれたらね、報告したいと思います。よろしかったらチャンネル登録、コメントなんかもよろしくお願いします。あ、しんどいわ、もう寝よう。では。